皆さんこんにちは。今日はお肌に悩みのある人に寄り添ったブランド、ルルメディカルネオスキントリムズについてご紹介したいと思います。このブランドは社長自身が敏感肌で、お肌に悩みのある人でも安心して日常的に作り、お肌 に悩みのある人でも安心して日常的に使えるものを作りたいという気持ちから立ち上げられました。この会社では厳選された原料をその長所を最大限そのまま閉じ込めたものを製品化しているとのことです。それではルルメディカルネオスキントリムズが自慢の自然 100% の原料で作られたエッセンスとクリームをご紹介します。まずエッセンスについてご紹介します。このエッセンスのご使用方法は洗顔して清潔な状態にした後、このエッセンスのご使用方法は洗顔して清潔な状態にしたお肌にエッセンスの容器を 2,3 回振って適当な量をまず手に取り、顔に塗ってパッティングするだけで OK とのことです。このエッセンスは皮膚の鎮静効果と皮膚の活力の増進効果があるとのことです。それではこのエッセンスに含まれているネオミューンについてご紹介したいと思います。このネオイミューンは植物から抽出した天然の原料で、アメリカと韓国の大学の研究所、大学病院、政府の研究機関が安全性と肌の再生効果を証明しています。その抽出物をこのエッセンスは 90% 以上含んでいるとのことです。このエッセンスは徹底的に管理された植物のみを原料にしており、お肌への吸収率も抜群によく、また安全です。天然のホホバオイル、無農薬のシアバターなど、アフリカで昔から傷の治療などに使用された薬用オイルが天然状態そのまま含有され、肌の健康状態をアシストします。肌の健康状態回復をアシストします。一般的に使用感を良くするために使われる香料や色素、シリコンなどは排除されたシンプルな製品とのことです。特にこのエッセンスを使ってほしい人は、特にこのエッセンスをおすすめする方は、新生児、乳幼児だけではなく、敏感肌、アトピー皮膚炎、発疹など成人、子ども関係なく、皮膚のトラブルを抱えた人、皮脂の分泌が活発でニキビや化膿などの皮膚トラブルを抱えやすい10代の方におすすめしたいとのことです。特に新生児や乳幼児は免疫システムがまだ発達していないため、化学製品に触れる機会が多いほど免疫に異常が生じる可能性が高くなるとの研究成果も多く報告されているとのことです。脱水縮毛を起こさない自然そのままのプレミアムオイルがたっぷりと含まれていて、シンプルなレシピで作られているネオトリムズの製品は、お子さんたちのこれからの健康を守っていくことのお手伝いができます。次にクリームについてご紹介いたします。このネオトリムズのクリームは植物性の自然保護膜成分を強化したお肌をしっとりさせ、乾燥から守ってくれるクリームです。ご使用方法は容器から適量を出し、軽くマッサージをしながら塗り込むとのことです。またエッセンスと一緒に使うと相乗効果も期待できるとのことです。先ほどご紹介したネオイミューンの植物抽出物には、セラミド、天然オイルやバター成分などが含まれており、天然保護膜成分を強化し、乾燥した肌にしっかりと潤いを与えてくれるとのことです。また肌の鎮静効果もあるとのことです。皮膚のトラブルや敏感肌で日常生活に支障のある方、安全でしっかりした製品をお求めの方々にぜひお求めいただきたいです。もちろん慢性的なお肌のトラブルや悩みがない方でも、突然のトラブルや疲労してしまった時、突然の皮膚のトラブルや
皮膚の疲労が生じてしまった時、ネオスキンがお肌の休息や回復をお手伝いできたらと思います。今使わなかったとしても心のどこかに留めておいていただけると嬉しいです。ご視聴ありがとうございました。